ハイスクールチェック。おはようございます。南都福野高校1年八千です。小野です。今日は山岳部をチェック。山岳部はテント設営も重要な活動の一つ。大会では制限時間内に4人1組で正確に立てることが求められます。テント設営で大切なことは何ですか？チームワークと風向きですかね。風向きをどうして気にするんですか？テントが風で飛ばされないようにするためです。他にも大切にしていることがあるって聞いたんですけど。ペグの角度ですかね。抜けないように鋭角で打つことです。そんなことがありつつもテント完成。出来栄えはいかがでしょうか？テント設営前に風向きを見て入り口を決めていたり、少人数なのに手際よくテントを設営していてすごいと思いました。大会の時までにもうちょっと練習して中に荷物を入れたりするんで、ちゃんと10分以内に出れるようにしたいです。山岳部のパワーの源を